さん、こんにちは。本日は盛岡さんさ踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私は2024ミスさんさ踊りの大坪さゆりと申します。同じく2024ミスさんさ踊りの上平佳穂と申します。同じく2024ミスさんさ踊りの外山瑠璃子と申します。同じく2024ミスさんさ踊りの川村希子と申します。希子様。同じく2024ミスさんさ踊りの広内かな子と申します。かな子ちゃん、本日はよろしくお願いいたします。ここで盛岡さんさ踊りについてご紹介させていただきます。盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の岩手県を代表する夏祭りとなっております。今年は約110万人の方に来ていただきました。機会がありましたらぜひ岩手県盛岡市へお越しください。盛岡さんさ踊りの由来は、盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説が由来とされております。その昔、南部盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、悪さばかりをして暴れておりました。困り果てた里人たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願いたしました。三石神社の神様はその願いを聞き入れ、ついに鬼を捕らえました。そしてもう二度と悪さをしないよう、その誓いの証として境内にあります大きな三つの岩に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名前の由来ともされております。鬼の退散を喜んだ里人たちは三石の周りをさんささんさと大変喜んで踊ったそうです。これがさんさ踊りの始まりと言われております。盛岡さんさ踊りの合いの手にさっこらちょいわやっせという掛け声がございます。これを漢字に表しますと、幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日ご来場いただきました皆様にも幸せが訪れますようにとの願いを込めて踊らせていただきます。成田伝統芸能祭りは、全国各所のお祭りや伝統芸能がここ成田市に集結します。盛岡さんさ踊りの演舞で成田市を精一杯盛り上げていきます。最後までどうぞお楽しみくださいませ。Yeah.